です。8月2日金曜日朝6時の相場解説になります。今回はね、下落はどこまで続くのかなと。まだまだ続くと思いますよ。149円台、148円台で来週も推移すると思うんですけども、その理由についてね、ちょっとお話ししようと思います。あくまでテクニカル的な視点なんで、ファンダメンタルの要素が入ると、また変わってきますけどもね。特にファンダメンタル要素、今晩またいっぱい入るでしょ。だから本当にね、全体的な見方としての大きな大枠でのお話になります。まず一つ、ここなんですけども、ご覧いただいた陰線ですけどもね、こうなってるでしょ。いつも私が申し上げる形ですけども、実体がね、こうあるわけですよ。で、上髭、下髭見てください。こういう風に出てますよね。はい、なんか思い当たる節がないですか？これですよ。ここね。これ、実体の長さと上髭と下髭の長さが、だいたい同じでしょ ?3 等分ぐらいになってるでしょ。こういった形の次のロウソク足が、もしね、陰線ならば、次も下に行くんですよ。で、これがもしね、陽線方向に伸びるようだったら、次は上に行くんですよ。この指標を測る上で、大切なロウソク足がこれですよってことです。ね、これを覚えておきましょう。で、今、徹底的な下落が起きてますんで、基本的にこの下落がいとも簡単に止まるとは思えないですね。はい。で、そういった理由から今後も140円台の後半から中盤に向かっていくことが考えられます。4時間ですけども、もう綺麗な下落トレンド書いてますよね。もうこれ、一目見てわかるでしょ。言うことないですよね。で、最近ではこのライムにぶち当たって、下の方に行ってます。突き抜けてもやっぱり下に行きます。ここも同じですね。ここも同じです。まさに、このダブルトップからずっと下落が進んでるってことになります。これは、なかなか止まらないと思いますんで、今度はね、このヒゲ先を抜けて、さらに下に行く148円台に入ると考えます。今晩材料がかなり目白押しですから、それぞれチェックしておいてください。特に米国雇用統計が入りますので、それがですね、どのように動いていくかによって来週の展望っていうのはほぼ決まります。さあ、これが1時間軸ですけども、昨晩はこの材料によって一瞬上がったんですけども、結局トレンドの方向に流されてきて今に至るって形ですね。あとはこのヒゲなんですけども、ヒゲの勢力圏内をこういうふうに測っていくと、ここでね、どっかで跳ね返される可能性がゼロとは言いませんよ。ただ材料は今晩ありますけども、それを除いて考えれば、下に突き抜けるぐらいの勢いが、ここから始まってるっていうふうにね、見ることができるんじゃないかなと思います。つまり、下落の一途をたどるってことです。ただですよ。ここで久しぶりに上昇の角度がかなりありました。それからヒゲ先の引力圏内がありますから、レンジになる可能性ありますね。レンジに、この辺りを中心に、レンジになる可能性はあると。ただ、だからといって上昇に向きを変えるってことは、これはないと思いますね。そのように見ていきましょう。じゃあ、今週は見てるだけの1週間になりましたけども、また土日を挟んで、来週ね、しっかりとポジション取って稼いでいきましょう。それでは、今回以上です。